ソロ企画47都道府県2日への旅、兵庫県は成功しました。ただいまこちら姫路ですが、大変大きな二日酔いに見舞われております。今後この状態は悪化するのか、それとも改善するかはまだ見通しは立っておりませんので、大幅に予定が遅れることが予想されます。早め早めの行動を心がけ、急激な体調の変化には十分注意して行動するようにしてください。気持ち悪いです。以上、ソロ企画兵庫県でした。現場の野村より。はい、おはようございます。相方の源はどうやら二日酔いらしいですが、僕はそんな飲んでないので会長です。何日か姫路に車を置いとくことになるので、ちょっと安い駐車場を教えてもらったんで、そこに車を持っていくために一旦車のところに行って、その後ちょっとゆるーく散歩していきたいと思います。こうやってなんかお堀の周り歩けるのもいいっすね。なんかいいっすね。本日2日目、1日目のソロ企画ですが無事完了し、緑茶を飲んだら元気になりました。ということで、今日は10時20分からね、姫路駅発で新幹線で博多までね向かいたいと思います。はい、で僕らがなんで姫路から乗ってるかっていうと、お得なパックがあってできるだけ安くね旅をしたいということで、兵庫県までは車もしくは飛行機で別々で入り、今から博多に向かっていきたいと思います。長野のお土産をねいっぱい持ってきました。12個、これを九州の人にね12個配って、あわよくばチャンネル登録をしてもらうということをねしていきたいと思います。ね、何もものなしにチャンネル登録をしてもらえると思ったら大間違い。大間違いですね。じゃあちょっとゲスト朝の様子だけ撮ってからね帰りたいと思います。ここがね入り口なんですけど、これねオートロックになってまして、ピーポーパーってやって帰れます。こんな雰囲気がねいい感じなんですよ。でここはカウンターになってまして、お酒が飲めます。でここがリビング的なね場所になってます。階段を上がると、お、照明は自動照明。あ、ちなみにこれはねトルコランプらしいです。実際トルコで買ってきたって言ってました。で僕らは個室に泊まったので、ここですね、オートロックキーついてて、ここはねめっちゃ快適でした。この布団がめっちゃ快適で最高でした。水回りもねとっても綺麗ですよ。こんな感じで共用の洗面台があります。はい、今ねクリちゃんがお風呂に入っているので、ちょっと突撃していきたいと思います。あ、それは予想してなかったわ。落ちそう。あれ待って、何してんの。コンタクト左と右より度数違うからさ、ちょっとじゃあ視力検査しよう。いいよ、ランドルト感やるわ。じゃあ上右下左とかでやってください。はい、こっち右上右ちょっと小さめ下これ手の向きでわかんじゃないか。1.5 異常なし。二日酔いにはファミリーマートの緑茶、体よりか水より体に近い水緑茶。じゃあお世話になった、宿の方々、僕らの休日見てくれてますか。ここ YouTube 僕らの休日をチェックっていうメッセージをきっと見て今この動画を見てくれていますよね。また来たいと思います。今からまたへバモス。ここはね、キネ屋さんね、キネ屋さん本店です。ゲスハウスのオーナーがここ行ってみてっていうのでちょっと来ました。姫路名物アーモンドトーストとサラダ、フルーツ、卵とドリンクのお得なセットを今から確かめたいと思います。10時20分新幹線発、ただいま10時40です。1分40分後には発、間に合うのでしょうか。今からモーニングを優雅に食べていきます。決して急ぎはしません。アーモンドです。ありがとうございます。うわ、美味しそうですね。めっちゃ美味しそう。はい、じゃあ食べてください。いただきます。はい、食レポ。はい、いいね、大丈夫、美味しいってことでいい。いきます。うわ、うまおろしだこれ。
一発芸マウスピース小学生やねはい、今ねモーニング行ったんですけど、新幹線出発まであと15分ほど。じゃあ今からね姫路駅にね向かってね歩いていきたいと思います。22パモス、準備行ってくるね。なんかわーわー言ってますけれども、立つのか左に立つのか、エスカレーターは歩くもんじゃないから、なんかみんなが同じタイミングで一歩踏み出すと簡単に壊れるらしい。なんかバラバラに歩いてるから力のかかり具合が分散されるけど、一気に踏んだらやられるらしい。はい、じゃあ今から新幹線乗っていきたいと思います。これ乗ります。新幹線乗れましたね。よかった、はい、一安心だね。これやっぱ長旅だね、はい、じゃあ今から編集したいと思うんで、またまた博多へ。はい、じゃあ今ね博多駅に着きました、ね、これね、ここね、ここね、ここカタステーション。今からレンタカー借りて、目指すは別府。大分県は別府。温泉、混浴、求めて行きたいと思います。じゃあまずレンタカー借りてます。行きます。あれビオトープかよ。あれイーハトープじゃない？あ、イアンソープ？アイソトープ？ラジオアイソトープ？トープどういたい？ノートとみたいな。さすがにこれ、いや、ベンツがいいな。日産レンタカー。こんにちは。ノートではありませんでした。やべえ、栗林がポンコツのあまり ETC カードを忘れてそしてあの博多美人のお姉さんが ETC カードを貸してくれるという。やった、 ETC カードが挿入され、いやー助かった。シュートブレットしないと。オレジュンス。はい、今ねレンタカー借りて別府に向かいたいと思います。効果は爆走中です。180キロ出てます。シャカです。今から別府向かってます。飛行機が飛んでおります。ちょっと小腹が空いたので男気じゃんけんをしてこの鳥天を買う人を決めたいと思います。あー、あったかみじゃんけん、じゃんけんと買いたかったな。やった、鳥天ゲットだよ。美味しそうですね。でもね、普通に今日今回ポン酢でいただいていきたいと思います。うん、やっぱ赤く食うんだね。あ、やっぱね、味かけがね、うん、うまいわ。はい、別府温泉保養ランド行ってまいりました。いろんな湯が楽しめました。全部白く濁ってたし。混浴ね、結局混浴は混浴できなかった。ここはだから今日は美味しいお酒飲めそうです。じゃあ宿戻ろう。宿戻ろうっていうかまだチェックインしてないからチェックインします。はい、ここまでの道中はね編集とかでもろもろで結構頑張ったんで、今日も行っちゃいますか。お酒行かなきゃいけない。そっか、大分でも二日酔いか。まだ昨日の二日酔いがちょっと抜けてない。めっちゃ湧いてる。うわすげえな。僕の意外な秘密1、私はですね自分のことをオイラって言うんです。これはですねふざけてるわけでもね、ふりっこしてるわけでもなくですね、動画の前ではね僕って言いますけどね、本当の一人称はねオイラなんです。これマジよ、これマジ。A もずっと保育園からオイラだよ。今もオイラだよ。ほらね、一人称はオイラです。これはね結構ねすごい秘密だよ。でこれを知られることによっていじられるのが嫌だから、これはね動画では使わないようにしてください。はい、2日目の宿です。はい、ホテル藤原。藤原じゃない、藤吉です。あ、はい、藤吉さんね、はい、こちらのホテル今日は泊まっていきます。頑張りますよ。いいですか。はい、行きますよ。藤原、藤吉な。ホテルに着いたんですけど緊急事態があります。今日のホテルこんな感じで、今はね早速編集やってるんだけど、見てくださいこれ、ベッド一つしかない。ホテルを僕が取ったんですけれど、ベッドはこの一つということで、ゲンと一緒にですね今日は。はい、寝ます。一緒に寝ます。はい、僕は絶対にゲンと寝ます。はい、その前に飲みに行きます。
ルに戻ってきました。明日に備えて今日はゆっくり寝ようかなと思います。これ実は床なんですよ。